ブラックベリーボールド9780は、カナダの携帯電話メーカーリサーチインモーションが、開発したブラックベリーシリーズのスマートフォンで、HSDPA に対応する最上位機種である。日本では NTT ドコモより、ドコモスマートフォンシリーズの端末として提供される。日本のほか、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、欧州と世界中で発売されている。 2010年7月に発売されたブラックベリーボールド9700の後継機種となっている。デザインはおなじみのコンパクトにまとめられたクワーティキーボードとトラックパッドを搭載した革張りのストレートタイプでブラックベリーボールド9700とほとんど変わっていない。ベゼルと呼ばれる円の金属部分がシルバーからガンメタリックに変わった程度である。ただしカメラの画素数やメモリー量。 液晶の照度が大幅に増え、テキストベースが多かった設定画面などもアイコン化されている。ブラックベリーメッセンジャー、ツイッターやフェイスブックといった SNS を一つのアプリケーションで管理するソーシャルフィードといわれるアプリケーションが追加された。RSS リーダー機能も対応しているため、それら SNS の他にニュースなども一覧表示が可能となる。 通信仕様も9700と変わっていないが、ブラウザが WebKit ベースのタブブラウザとなったことや、メモリーや CPU がアップしたため、ブラウザのレンダリング速度が速くなっている。また通話時間や待ち受け時間が大幅に向上している。ブラウザは、フラッシュなどは搭載されていないが、Wi-Fi で接続した場合などは、メディアプレイヤーと連携を取り YouTube なども閲覧可能となる。 NTT ドコモにて、ブラックベリーインターネットサービスや、ブラックベリーエンタープライズサービスのオプションを付けることで、企業グループウェアとの同期、プロバイダメールや、ウェブメールのプッシュでの受信を行うことができる。ビジネス向けである、ブラックベリーエンタープライズサービスでは、企業内のエクスチェンジサーバーや、ロータスドミのサイボーズといったグループウェアとの高セキュリティな、プッシュ型の連携が可能となる。 個人や中小企業向けのブラックベリーインターネットサービスでは、プッシュメールやプッシュ型インスタントメッセンジャー、チャット機能、ツイッター、フェイスブック、マイスプリース、フリッカー、ホーサッ作ウェア、ミクシーといったソーシャルネットワーク連携機能が大きな強みを持つ端末である。メールはポップメールや G メール等のウェブメール、また SP モードメールがプッシュ型で配信される。 Wi-Fi では IEE802.11bit G に対応しており、Wi-Fi 環境であってもプッシュ型のメールやインスタントメッセンジャーは利用することができる。Wi-Fi、テザリングには対応しない。その代わり USB ケーブルや Bluetooth を使ったモデム通信が可能となる。NTT ドコモの i モードでおなじみの絵文字やデコメ絵文字の利用が可能となっており、 sp モードメールなどで利用することが可能なほか、絵文字などはツイッターやメッセンジャーでも利用が可能となっている。入力言語や表示言語が日本語の他英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、中国語、韓国語に対応する。本端末から NTT ドコモによる公式シムロック解除に対応にしているため、NTT ドコモ USA 等、 ブラックベリーサービスに対応している他の通信事業者の SIM カードを指すことで利用することが理論上可能となる。ただしソフトバンクモバイルや日本通信といったブラックベリーサービスを提供していない通信事業者の SIM カードを指した場合ブラックベリー特有のメールやブラウザメッセンジャーといったサービスは利用することはできず音声通話や SMS 程度しか利用できない。アプリケーションは メーラーやブラウザ、カレンダー、メッセンジャー、アドレス帳の他に様々なサイトからダウンロードして利用することが可能となる。また RIM 社が展開しているブラックベリーアップワールドと言われるブラックベリー、ここでは有料、無料合わせて4万を超えるアプリケーションが公開されている。その他にドコモアプリケーションサイト、アプリケーションセンターというアプリケーションダウンロード用の ツールがプリインストールされている。これらのアプリケーションポータルから様々なアプリケーションをダウンロードし端末をカスタマイズすることが可能となる。アウトルックなどのアドレス帳やスケジュール、タスクなどの PC の PIM や音楽との同期やデータのバックアップ、OS の再インストールを行うためのツールとしてデスクトップソフトウェアというアプリケーションが利用可能となっている。対応プロファイル HSP HFP、DAN、OPP、A2DP OP、AVRCP、SPP、PUBAP、PU SIM アクセスプロフィール、ドコモスマートフォンサイトアプリケーション。ありがとうございます。